車椅子スペースとは、車椅子利用者の公共交通機関や公共施設へのアクセシビリティの観点から設置される一定のスペース。鉄道、バス、タクシーなどの車椅子スペースのほか、映画館、劇場、イベントホール、スポーツ競技場などに設置される車椅子利用者用の観覧スペースなどがある。法律で公共交通機関等に車椅子スペースの設置を義務付けている国がある。 鉄道車両の車椅子スペースは一般に上行口,口に近い位置に設けられる。車椅子スペースには一定の広さがあり、横手すりなどが併設されることが多い。通勤軽車両の冷車端部の座席がない、部分特急軽車両の例、名鉄車1650車椅室との移動がしやすいように肘掛けは跳ね上げ式となっており、畳んだ状態の車椅子を立てて固定できる固定用ベルトを備えている。 新幹線700系電車にある車椅子スペース、近郊系電車、通勤系電車では車端の一部に座席を設置せずに、そのスペースを車椅子用としている。車両によっては車椅子スペースの反対側にトイレを設置し、車椅子スペース付近に座席が存在しないこともある。対照的に一部を収納座席として車椅子利用者が乗車したら、 座席を収納させて車椅子スペースを作る例もある。これらの場所には車椅子マークが掲示されている。新幹線及び特急系車両の列車では横に2列プラス3列または2列プラス2列となっている座席配列のうちの通路側の席を一つ撤去しそこに車椅子スペースが用意されていることが多い。この車椅子用のスペースは車両の端に設置され その出入り口の福音は拡幅されていることもある。また、最寄りのトイレは車椅子対応になっている。車椅子スペースを日本の通勤系車両で最初に採用したのは1981年落成の京都市交通局重軽電車である。設置場所は編成あたり1から2箇所の場合が多いが、設置パターンは先頭車両の車端、先頭車両の先頭部付近、 中間車両のみと、まちまちである。日本で、本格的に導入が開始されたのは、1990年代に、入ってからである。2000年に出された、旧運輸省の運輸省令第10号、移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両、等の構造及び設備に関する基準により、1列車に1カ所、以上の車椅子スペースを設けることが義務付けられている。 車椅子スペースに加えてベビーカーや大きな荷物を持った人への配慮としてフリースペースが設置されているがケースによっては車椅子スペースの代用として用いられることもある。また2014年頃に国土交通省よりベビーカーマーク決定の公表があり JR、地下鉄、私鉄各社で車椅子スペースへのベビーカーマークの検出が増えている。欧米の列車では 車椅子用のスペースはベビーカー用のスペースと共有になっていることが一般的である。ヨーロッパの路線バスでは車椅子を後ろ向きに背部を固定することができるようになっている。車椅子利用者は自動で出されるスロープを用いて単独で乗車し車椅子スペースに自ら移動して安全を確保することができるという利点がある。後方を向くため車酔いになりやすいとの指摘もあるが ドイツでは問題なく運用されているとの報告がある。日本の路線バスでは車内の一部の座席を折りたためるようにし、そこに車椅子を設置するためのスペースを用意していることが多い。この場合、車椅子スペースとして利用するためにはその部分の座席を畳む必要があり、車椅子マーク及び座席の折りたたみ方の説明などが掲示されている。また、 ベビーカーの固定ベルトが付いている場合もある。車椅子スペース兼用座席についているベビーカー固定ベルトただし、バス会社によっては、鉄道車両同様空きスペースとなっている場合もある。日本の路線バスでは、車椅子を前向きに乗せて、床に3本のベルトで固定することができるようになっている。運転手が折りたたみ式のスロープを手動で展開した、後、車椅子を押して乗り込む。 ユニバーサルデザインの観点からは、高齢者も容易に乗降でき、車椅子利用者も他の乗客と同様に自力で簡単に乗降できるシステムが望ましいという指摘がある。しかし、乗降方法が前乗り前振りの路線バスでは、中扉は締め切り扱いのため、これらの機能の使用を想定していない事業者が多く、車椅子利用者に対し、車椅子の折りたたみの強制や、 乗車拒否が後を絶たない。イギリスでは2000年1月にロンドン市内のすべてのタクシー、2010年には英国内のすべてのタクシーがアクセシブル化された。EU 諸国では誰でも乗れるタクシー設計を目指すタクシーホーオールと呼ばれるプロジェクトが組織され、スウェーデンでは低小のタクシーライダーが開発された。欧米とは異なり、日本では バリアフリー新法が制定されるかなり前からボランティア組織による個別移送サービスが提供されてきた。なお、タクシー事業者は高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律では適用対象ではなかった。しかし、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律では適用対象となった。 日本のタクシーは古くから市販の4ドアセダンを流用しており、その後に登場した車椅子の収納を考慮したタクシー専用車やミニバン流用車であっても、車椅子は畳んでトランクに収納するか、後席の前に置く以外になかった。しかし、2010年発売の日産 NV200 バネットタクシーと2017年発売のトヨタ JPN タクシーによって、 ようやく車椅子のまま乗降できるタクシーの普及が始まった。雑誌記事、ありがとうございます。